田辺や八月13日から1990年4月29日は、日本の海軍軍人。海兵56機。ミッドウェイ海戦において、以後第168潜水艦長として、米空母ヨークタウンを撃沈した武功で知られる。最終階級は、海軍中佐。香川県出身。旧西香川県立美都予中学校を経て、海軍兵学校を卒業。 海兵56機の同期生に、高橋角一、大谷東之助、三上桜がいる。田辺は、通信学校講師を修了して、いわゆる、通信屋となったが、ついで潜水艦水雷町養成課程である、潜水学校を,しを修了し、潜水艦乗りとなる。海軍隊時代は、伊八船、通信長を5ヶ月、第二潜水船隊3号を1年8ヶ月務め、 1940年11月海軍少査へ進級。潜水艦長養成課程である、潜水学高校,校主学生で4ヶ月ほどの教育を受け、旅後第59潜水艦長として太平洋戦争を迎えた。1942年1月、以後第168潜水艦長となり5月13日、ミッドウェイ海戦に出撃する。同海戦において、 日本海軍は空母4隻を撃沈されるなどの損害を受けた。田辺は度重なる損害を受けながら沈没せず、栄光されていた空母ヨークタウン及び駆逐艦ハムマンを来撃し撃沈した。その後、以後第176潜水艦長に転じ南方へ出撃。10月20日には米中巡チェスターを来撃。日本側では発射魚雷6本中2本の命中としており、 アメリカ側も損傷を受けたことを認めている。ガダルカナル島への輸送任務に従事中、米戦闘機の銃撃により負傷し、帰国。潜水学校教官となり、1944年5月に海軍仲裁進級。1945年6月には、特殊部員に転じ、終戦を迎えた。戦後は、紙工場を営み戦友達やその家族ともに全員。 家族一同働く中にあったという。平成2年亡くなる。以後第1 6 8潜水艦の放った魚雷が、空母ヨークタウン特築艦、ハムマンに命中した瞬間ミッドウェー海戦で、ナグモ機動部隊が大損害を受けたことを知った。連合艦隊司令部は、E168 戦に、ミッドウェー島の砲撃を命じる。E168 戦は6月2日。 以来ミッドウェイ島の敵上偵察に当たっていたが、6月5日午後10時半ごろ、サンド島を砲撃している。翌6月6日、従順、地区間の水上偵察機が、ヨークタウン型空母を発見し、同司令部は午前6時45分に、第6艦隊司令長官、小松照久に、ミッドウェイ島の周囲にあった、e、E168 船をして、同空母を撃沈するよう命ずる。 しかし三度島を砲撃したことで、米海軍の制圧を受け浮上できなかった E168 戦は命令に応ずるのが遅れ、指定された地点に到着したのは6月7日午前1時過ぎである。敵艦を発見した田辺は襲撃運動を展開。水中速力3ノットで接近し、単身音が頻繁に感知される厳重な警戒を突破した。田辺は、 空母が傾斜した左舷からの攻撃を諦め、右舷を目標に距離1200メートルから魚雷を4本発射した。魚雷は空母へ3発、駆逐艦へ1発命中資料艦を撃沈した。その後艦長は爆雷を避けるために潜水艦を米空母ヨークタウンの真下に潜めさせて、米駆逐艦の5時間にわたる爆雷攻撃から離脱した日本への帰島は6月19日であった。 ありがとうございます。